じゃあ女子会開催しますか。イエーイ。イエーイ。いやどうですか最近の調子は。じゃあムンディから。あ、私？最近？最近はまあ何をとは言わないけど週5でやってるかな。なんだろう気になる。何やってんの？ちょっと恥ずかしい言えないかな。恥ずかしい恥ずかしいことを週5でしてんの？恥ずかしいこと週5でやってるんだ。あ、そうなんだ。あら。いやまあね、いいんじゃないかな。アオルンは？私は毎日体をグワーってやってる。何それ。何ショベルカーかなんか。そう、とこショベルカーだから。あ、ショベルカーだったっけ。あれおかしいな、今ショベルカーショベルカーと話してんの。そう。あ、そうだったんだ。ショベルカーの擬人化だから。あ、そうだったっけ。こんな衝撃的なこと忘れてた。そうそうそう、ごめん。私も忘れてたな。ちなみにジロは、最近さ家から出れないじゃんなかなか、だから運動不足だなって思って、反復横跳びし始めた。反応に困る。ごめん。反応に困る。ちょっと反応しができない私が未熟者だった。ちょっとやめてもらっていいですか。ついていけなかった。ちょっとやめて、あのごめん。やめてもらっていいですか。ちょっとなんか次元が違かったっていうか。いやショベルカーもだいぶ次元違うと思うんだけどな。結構みんなショベルカー女子多いよ。じゃあさ、彼氏とかできた？彼氏。いるよ。どんな人？どんな人？無口で背が高くて、あとは呼吸法を身につけてる。強くなれる。どういう呼吸法？なんか全身のなんかシューってやるとなんかすごい動きするさ。話してる途中で困惑しないで。最後まで話してよ。でもめっちゃイケメン。あ、めっちゃイケメン。ちなみにその呼吸は、なんか呼吸したらどういう感じになるんですか？なんか剣から水が出る。水が出るの？そう、水が出る。すごい。へえ。水不足困らないじゃん。そう、よく私吹かされてるから、結構水不足に陥るからありがたい。吹かされてるってどういうこと？あ、気にしないで。あ、わかった。ムンディは？私の彼氏はね、なんか呼吸法身につけてて。一緒じゃん。同じ彼氏？いや違うよ。それ絶対二股だよ。やめときなよ。マジ？やめなって。本当？嘘、やだ。でもね、水じゃなくてね、雷が出るんだよ。ちなみにね、隣にいるんだけどさ。ちょっと来て。なんでグゼるけ。あのいつものその必殺技やってよ。あ、そうでグゼる。分かってる、グゼる。全集中雷の呼吸一の方ヘキヘキしてる。面白いな。まあ、こういうね、彼氏がいるんだっていう。どうしたのみんな。あ、そう。私の彼氏。そう。あ、
そうなんだ。どっか行っちゃった。うん、どっか行っちゃったけど、そう。なんか素敵な人だね。あ、めっちゃ好きなんだよね。え、じゃあジュラは？え、何？ちょ。そう。え、何？アウトだよ。え、どうしたどうした？あ、うん。どうした？え、何？ジュラがどうしたの？え、ジュラはなんか人とかいるの？あ、いるいる。え、でもめっちゃ年上なんだよね。え、誰？いや、実はうちも隣にいて。うん。あ、そうなの？そうそう。でもね、なんかすっごいマザコンでさ。あ、そうなんだ。そう、なんか常にね、お母さん探してるんだよね、うちの彼氏。ええ、ちょっと変わってあげてもいい？え、いいよ、いいよ。え、ねえさん、こっち来て。あ、母さん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 。いや、もういいから、ほんと、あっち行って。声が。いやー、やばいですね、あの。ちょっとあの、女子会ならないっすわ。どういう状況だ。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。 Twitter と Instagram、 あと TikTok もやってるので、よかったらそっちも見に来てください。それでは次の動画で、バイバイ。